めるのお店の前に来ました。ずっとカメラを回しますと、この向かい側、銀座の町屋の中にルイ・ヴィトンのお店が入っております。昔はヴィトンが好きで興味を示しましたが、年を取るとも全然興味が湧きません。お店へも入らないで素通りいたします。うん、賑やかですね。